志マは日本の男性歌い手、歌い手ユニット浦島坂田線のメンバー。高知県出身。イメージカラーは紫。チャームポイントは目の下にあるほくろ。ゲーム実況やネット番組出演でも活躍している。歌い手として活躍しながら声優、ゲーム関連の仕事もしている。愛称は志麻さん、志麻くん。メンバーや歌い手仲間などからは、 マーシーとも呼ばれている。好きな食べ物はオクラ、お酒。苦手な食べ物はシーて言うと、ゴーヤと苦いもの。こよなくゾンビを愛している。本人曰く、ゾンビドラマのゾンビ役をするのが夢。声真似は得意で、配信やイベント等で披露している。リスナーの名称は、マリスで、島本人はリスと呼んでいる。イメージカラーは紫。左目の下のほくろが、 チャームポイント。イメージマークはクラウン、バラ、スペード。ニコニコ動画やニコニコ生放送、YouTube で歌ってみたを中心に活動している。2013年に結成された男性4人組音楽ユニット浦島坂田線のメンバー。2016年にアルバムクルーズチケットでメジャーデビューし、2018年にはアルバム Venus で オリコンウィークリーランキング1位を獲得。また、2019年にはアルバムシャッフルでゴールドディスクを獲得。明日へのバイバイが t v b アニメ稲妻イレブンオリオンの刻印のエンディング曲になった。2019年10月2日より、浦島坂田線本人を原作としたアニメ浦島坂田線の日常が放送され、声優及び o p 曲を担当。また、 同年10月6日より、ゴッチャで TV アニメデュエルマスターズのオープニング曲を担当した。株式会社ヤードオンラインが開発しているアプリゲーム外見市場主義においても主題歌を担当している。毎週月曜日には、浦島坂田線の月曜日と称した配信をニコニコ生放送、ツイートキャスティング、YouTube にて行っている。各週木曜日には、 ツイートキャスティング、YouTube にて、ニコバー通信のメイン MC を担当。幅広いジャンルのゲーム実況をオープンレックや YouTube にて、積極的に行っている。浦島坂田線メンバーをはじめ、リモーニ先生、96猫、誠、天月、灯油、ゆとりなどと仲が良い。大手飲料メーカーのサントリーやカルピスなどともコラボをしている。2020年、 ヒップホップメディアミックスプロジェクトパラドックスライブにおいてアッカンドとオーガホーゼンの CV を担当インターネットシーンで活動しているアーティストでジャニーズとコラボしたのは島が初ミニアルバムありがとうございます